おじさん？私にどう謝ればいいか悩んでるおバカさんのミカを見てたの。うん、わかんない、わかんないよ。ミカがあんなに悩んでるのに、私が話しかけたらつまんないでしょ？それに、今はミカにプンプンしてるんだもん。それにしてはあまり怒っていないように見えるわね。さっきは本当にムカッときたから、まあすぐに収まったけど。おじさん、ミカがクリスマス嫌いな本当の理由知ってる？私、クリスマスに死んだの。うん、人間だった時孤児院で死んだんだ、ミカの目の前で。孤児院？だから特に毎年クリスマスになるとミカが私のことをすごく心配するんだよね。また私が死ぬんじゃないかって。ミカの気持ちもよくわかるけど、でもクリスマスは幸せな日だって思ってほしいの。今はあの時とは違うから。そういうわけだからミカのことはおじさんとルドミラが手伝ってくれない？クリスマスが幸せな日だってことを教えてあげて。ミカ、私の話は全然聞こうとしないんだもん。他のことなら何でもやってくれるのに。ええ、わかったわ。ありがとう。じゃあ、あそこでぐるぐる回ってるミカのことよろしくね。目が回って倒れたら困っちゃう。うん、私は忙しいの。やることいっぱいだから。だからミカのことよろしくね。